おいおい、パイモン、俺を見くびりすぎじゃないか。お、皆さんお揃いのようですね。ちょうどよかった。お三方に重要な依頼があるんです。お、なんだ。すぐに動けるぜ。物はどこだ。護送の依頼です。上映層の茶匠が品を持ってリーウェコーへ向かいますので、護送してあげてください。大口のお得意さんがその商人を指名したそうです。了解。住所はこちらです。あ、こんな大掛かりな依頼ってことはきっとすごく重要で急を要してるんだと思うぜ。ええ、早く遂行するに越したことはないでしょう。早めに出発した方が良いかと。わかった。老衆の兄ちゃんも無理すんなよ。じゃ、行ってくる。すぐ到着だ。物語は。こんにちは。お前が依頼を出した茶匠だよな。護衛はオイラたちに任せてくれ。親父。半人前くらいにはなったようだな。これで全部か、品は。ああ、すべて揃ってる。じゃ、出発していいか。大口顧客の指名だから、お前も行かなきゃいけないんだぞ。じゃないと、オイラたちは責任を追及されるし、お前だって大儲けのチャンスを逃しちゃうぜ。わかっている。では世話になる。出発しよう。
私は問題ない。ガミ、お前いつもおやつを持ち歩いてるよな。ちょっと分けてやったらどうだ。私はいい。ま、開けた場所もあるし、ここで一息つくとすっか。ガミは一緒に座らないのか。俺は平気だ。見張りでもしてるさ。おい、でも放っとけ。しょうがないな。じゃあ先にいただくぜ。知ってるか、このドンロンスーって店によって味が。待て、何者だ。我の動きが少々大きすぎたか。そんなことより役目を果たすことに集中しよう。金品などは持っておるか。おとなしく差し出すがよい。どうしたら。人数は二人、他に仲間はいないみたいだな。こいつらを追っ払うのは楽勝だが、もし親父を狙って罠でも仕掛けてたらまずい。ここは慎重に行こう。ここは俺に任せろ。旅人パイモン、親父と品は任せた。先に行っててくれ。ガミン、危険だ。俺の仕事さ、これがな。なんと手強い相手だ。ここは引くべきだな。もっと軟弱なものを狙うとしよう。逃がすかよ、そう簡単に。ではな、失敬させてもらうぞ。ガミン、心配すんなって。ガミンはすごく強いんだから。この前だってあいつ一人で10人を超える砲塔団をやっつけたんだぞ。そうは言ってもガミンが。もし最初から私の元で商売を学んでいたら、こんな危険な目に遭わずに済んだのに。ガミンに言われた通り、オイラたちは先に進もう。ここで待ち伏せにでもあったら大変だ。今のところ順調なようだ。ここまで来たらもう大丈夫だな。うって勝利、なんでここにいるんだよ。若者よ、早くタコを下ろしてここを去った方がいい。近くに強盗がいるぞ。強盗？なんと真っ昼間から。コホン。ふん、なるほど。最近風邪が流行っていると聞く。パイモン、喉の調子が悪いのなら座ってお茶でもどうだ。強盗がいるのなら近くの戦艦群に知らせればいい。そうか、ならば。人にはそれぞれ得意分野がある。ここは専門家に任せてはどうだろうか。ああ、そうだな。私たち一般人が首を突っ込んだところで足手まといになるだけだろう。言う通りだ。せっかくの良い天気だ。手持ち無沙汰でいるより、静かな場所で茶でも飲みながら心を落ち着かせ、同胞を待つのも悪くない。ではそうするとしよう。
実は、ヨウおじさんがこんなに心配してるのには理由があってだな。表紙のガミは、こいつの息子なんだ。ガミ？聞いたことのあるなだ。最近、町で十部劇を披露しているもののことか？お前も十部劇を見たことあるのか？ああ。あの若者はしっかりとした基礎と熟練の技を身につけていた。芸獣と混然一体となった舞は実に見事なものだ。近頃十部劇はリーユエコーで少しずつ人気を博しつつある。だが彼らが抱えているであろう様々な困難は我々観衆からは想像できないものかもしれない。しかし困難に立ち向かうその精神こそ最も貴重な資質だと俺は思っている。俺の茶飲み仲間たちもガミン殿のことを思いやりと正義感のあるものだと口を揃えて言っている。最徳兼備な息子さんで、ヨウおじさんもさぞ誇り高いだろう。オイラたちに合わせてヨウおじさん呼びしちゃってるぞ。あ、ええ、あいつはまあ確かに頑張り屋ではあるな。ガミンが戻ってきたら本人の前で褒めてやれよ。それはガミン殿はまだ年も若いゆえ衝動に駆られやすいのだろう。若者にはよくあることだ。ヨウおじさんから伝えづらいというのなら俺たちが代わりに伝えてもいいが。いやいや、そんな迷惑をかけるわけには。はあ、もう昔のことなんだが、ガミンと私の間には溝ができてしまってね。私は生涯をお茶の商売に捧げてきた。だから子供にもそのイロハを学ばせたかったんだ。でなければあいつ一人でどうやって生きていく。しかしあいつの表紙の仕事は軌道に乗り、護送する距離もどんどん伸びていった。それに十分劇を諦める気もさらさらないようで、私は嬉しい反面心配でな。若者は体が丈夫で力もみなぎってる。だが年老いたらどうなる。そう考えるたび、自分の判断は間違っていないのだと、あいつのわがままを聞いてやるわけにはいかないと思い直すんだ。こうなることを知っていたら、あいつが幼かった頃十部劇なんかに連れて行かなかったというのに。子供に平坦な道を歩んでほしいと願う親の気持ちは理解に難くないもの。ヨウおじさんもあまり思い詰めない方がいい。勝利さんは見たところお若いのに相当な見識をお持ちのようだ。もしや私が思う年齢とはだいぶかけ離れているのだろうか。考えすぎだ。実は古い友人の中に数人の娘を持つ者がいてな、その娘たちは皆独り立ちをしている。彼女は子供を心配して思い悩むのではなく、その子供たちに夢を追いかける自由を与えることを選んだ。そのご友人は思い切ったものだ。私にはそんな度量ないかもしれん。あ、それから勝利さんさえ良ければ私のことは名前で普通に呼んでくれたらいい。ではそうさせてもらおう。勝利さんから見ても私は心配しすぎなのだろうか。いや、その言い方は少々偏りが過ぎる。親が子供を心配するのは当然のことだ。とはいえ、空を飛ぶタコ同様、糸をきつく引っ張りすぎては逆効果になりかねない。先ほどの古い友人はこう言っていた。もし子供が夢に向かって外の世界を歩みたがっているのなら、糸を引っ張り続けてはタコが落下してしまうだろうと。はあ、やはり私の考えが古すぎたということか。家族を思う気持ちを古いという言葉で表すべきではない。ただ
少しだけ寛容な心で息子さんを見守ってあげてはどうだろうか。陽徳殿はきっと情を重んじる方なのだろう。ガミン殿の心配はしばし置いておき、いろいろな場所を巡りながら茶を飲み景色を堪能するのも悪くないのではないか。すぐそこに思いもよらぬ吉報が待っているかもしれない。すぐそこか。そんなわけないだろう。日々が積み重なり、瞬く間に一年が過ぎる。気づけば子供が成人しているという感覚を父親である陽徳殿はよくわかっているだろう。ガミンはそうだな、気づけばもう羽が生え揃っていた。勝利のやつ話がうまいな。あ、ガミンが戻ってきたぞ。ガミン、こっちだ。親父、みんな、それに王城堂の勝利先生も。こうして出会ったのも何かの縁だと思い、少し歓談をしていた。無事解決したのか。まあ。なんだその返事は。旅人、パイモン、ちょっといいか。聞きたいことがあるんだ。お、どうしたんだよ。単刀直入に聞くぞ。さっきの二人組の強盗ってお前らの知り合いか。おい、なんで急にそんなこと聞くんだよ。当たりみたいだな。パイモンが俺と目も合わせらんないってことは。まいったな。でもなんでわかったんだ。あの二人最初から振る舞いが大げさだったし、それになんか不自然だったろ。あと追っかけてる最中にただもんじゃないって気づいたんだ。もうちょっとで追いつきそうなのに一向に距離が縮まんなくてさ。それほどの実力の持ち主なら他にも方法があったはずだ。俺らが警戒を緩めた隙を狙ってくるとかな。でもそうしなかった。つまり俺を引き離すのが狙いだったってことだ。お前意外と頭の回転が早いんだな。まあこれに関しちゃ経験によるとこが大きい。悪質な強盗とは何度も手合わせしたことがあるからな。けど今回みたいのは初めてだった。奴らにこう言っといてやったぜ。足を洗って改心したくなったら教師になるのがおすすめだ。リーユエコーに来たら俺を訪ねろってな。おお、さすがだな。友達を作るのがうますぎるぞ。俺と親父の関係を何とかしたいって思ったんだろ。気持ちはありがたいぜ。けどこれはずっと前から親父との間にあった問題だ。さっきの強盗騒ぎが演技じゃなく本当だったとして、俺が奴らを捕まえて差し出したところで何も変わりゃしない。俺に対する親父の態度、お前らも見たろ。違うぞ。本当は幼児さんはガミンのことをすごく心配してるんだ。オイラたちには正直に言ってくれたぞ。さっきの勝利の説得であと一歩ってところだったのに。はあ、信じないのか。絶対に変わんないさ、親父は。他人にはそう言っても俺には絶対に言わない。その点は俺が一番よく知ってる。
れまで必死に頑張ってきたことを妖おじさんに伝えたらどうだ。伝えるっつっても無駄に決まってんじゃんか。そんなの無駄かどうかはやってみないとわかんないだろ。食べてもないのにうまいかどうかわかんないのと同じだ。オイラたちの言うことは信じろ。人とすぐ仲良くなれるお前の性格で妖おじさんとも接するんだ。お前を理解する味方になってくれるかもしれないぞ。やってみるよ、できる限り。勝利さんは実に博識であられる。本当に感心させられることばかりだ。何十年と茶商をやってきたが、こうして勝利さんからお茶の心得についていろいろと教わるとはね。過分な言葉だ。個人的な見解を述べたに過ぎない。オイラたちがいない間にどんだけ飲んだんだよ。陽徳殿との話は実に愉快だ。茶と同じようにこの遊戯は味わい深いものとなった。ああ、まさしくその通りだ。ガミン、勝利さんはとても博識な方だ。リーウエコーで勝利さんのような有識者に会ったら、いろいろと相談に乗ってもらえ。え？ああ。コホン、勝利。陽徳殿、歓談を続けたい気持ちは山々だが、残念ながら同志に頼まれた仕事がまだ残っていてな。そうだったのか。もっと早く言ってくれたらよかったのに。仕事の邪魔をしてしまって申し訳ない。またご都合のいい時にでも蔵王茶をご馳走させてもらえたら嬉しい。ああ、必ず。そこまで送ってやるぞ。お前たちはここで話しててくれ。刀は技を支え、匠は宝を有す。さっきは妖おじさんを説得してくれてありがとな。オイラたちが送ったサインに気づいてくれて助かったぜ。二人とはそれなりに長く付き合っているからな。その経験のおかげだ。それに大したことではない。気にしないでくれ。ひひ、お前の性格は相変わらずだな。でも勝利、見送るとは言ったけど、なんでこんな遠くまで来たんだ。あいつらに聞こえない距離まで来れば十分だったろ。もう一人の友人が来ているからだ。旅人、パイモン。そう、なんでお前が。我はずっといた。幽霊のタコ、もしやあの神出鬼没な同士がまた防御旅館に来ているのか。こたびはまたいかなる用が。まあいい。同志と帝君、いや勝利様との間柄を考え、一言挨拶でもしておこう。勝利様、てっきり風同士かと。ああ、いいところに来てくれた。お前もこの新しい代物を試してみないか。動力装置を取り付けたことでタコを上げる際により安定するのだが。相当熱心に研究をされているようだ。安定しすぎることでタコが上空でゆらゆらと揺れる様を見られなくなったのは少々残念だ。実は今回、解凍祭に必要なものを購入するよう同種に言いつけられている。あ、はい、毎年のことですね。おそらく来年も変わらないでしょう。
違いましたでしょうか。ああ、その、ごま油を頼まれたこともありましたし。いや、なぜ同志は解凍祭の期間中に野菜のごま油あえにこだわるのだろうかと考えていた。シャンリンの助言なのだろうか。ショウ、お前はどう思う？風同士とはあまり深く関わったことがなく、なんとも。そうか。王城堂の者と関わる機会を増やしてみるのはどうだ？暇があれば気軽に寄ってみるといい。こっちは装置を取り付けていない伝統様式のタコだ。この2種類のタコの違いを見定め、より娯楽性に優れた方を選ぶようにと同種に頼まれている。ちょうど手が欲しいところでな。もう一つのタコをあげてもらえないか。はい。比較してみましたが、速度を求めるのなら装置を取り付けた方のがいいでしょう。なるほど。代わりに同種に伝えるとしよう。この2つのタコはお前のところに預けておこう。普段友人と共にタコをあげるのもまた一興かもしれない。はい。しかしタコ揚げを好む者など周りにおらぬゆえ。ならお前の最中を生かし探してみるのもいいだろう。なんだ、ただショーにタコ揚げを手伝わせてただけか。なんか聞いちゃいけないことなのかと思ったぞ。フータオに頼まれた実験だったんだな。手伝わせていたというより、流行りの代物がどれほどの飛行性能を持つか比べるため誘ったと言うべきだろう。つまり大会のライバルがまた一人増えたってことか。ショーはタコ揚げが好きか？好き嫌いなどという言葉で考えたことはない。ただ空へゆっくり登る姿を見ていると不思議と心が落ち着いてくる。いくらか消灯に似ているのかもしれない。どちらも心に安らぎを与えてくれる。結構なことだ。じゃあショーはタコを作ってみたいと思ったことないか？オイラたち龍雲神君に作り方を教えてもらったんだ。もしショーが習いたいなら教えてやるぞ。せっかくだが今回は遠慮させてもらおう。我々の中で模様や装飾の創作に興じるものは見ぬだけだった。解凍祭の後もし暇があれば同着の寺の近くで我を探すといい。あ、そろそろ日が暮れる。俺も帰って同種に比較の結果を報告しなければならない。フータオは元気にしてるか？よろしく伝えといてくれ。ああ、それと先日同種から聞いたのだが、数日後に行栄荘を訪れる予定らしい。二人に時間があるのなら頃合いを見て行ってみるといいだろう。もし荘内で会えたら共に寒暖のひとときを過ごすのも悪くないはずだ。うん、覚えとくぜ。じゃあまたな、勝利。ああ、また会おう。ガム親父。親父から先に言ってくれ。あ、いや、何でもないんだ。なら、俺から。俺、やっぱり、リーユエコーに残りたい。ああ、賛成はできんが。まったく最後まで話を聞け。
さあさあ新宅ちゃん、ほら早く座って。長旅で疲れたでしょ。お茶を飲む？何か飲みたいものはない？我は大丈夫だ、お気遣いなく。師匠、彼女たちはもう遠くまで行った。うむ、ちょうどいい頃合いだ、我々の出番だぞ。事前に伝えた計画は覚えておるな？無論、師匠と我の役目は家族の幸せな場面を演じてみせること。おばちゃんと同じ飲み物でいい。わかったわ。カンおばちゃんと神格まで、一体どんだけの人に手伝ってもらってんだ。ここはとりあえず座っとこう。ちょうど小螺旋画が手に入ったの。綺麗な名前だけに味もいいわ。買いだめた分を消費するため最近毎日飲んでおる。さすがに飽きてきたな。いかん、今は語り合いに集中せねば。お祭りの間は仕事も忙しいんでしょ。力になれることがあったらおばちゃんに何でも言ってちょうだい。酒を飲んで暴れる者がいたが、おばちゃんに教わった通り、奴らの頭を卓に押さえつけてやった。なっ！カンおばちゃんと神格、マジかよ今の話って。参った、演技に気を取られておったばかりに神格が変わった子であることを失念しておった。あ、そうそう、新しい友人はできたかしら。ほら、おばちゃんは近くにいてあげられないから、神格ちゃんに友人がいてくれれば少しは安心だわ。最近の状況はおばちゃんも知っての通りだ。夜厨房に行ってグオパーと語り合うようになった。グオパーは話こそできないが、一緒にいると安心する。はあ、語り合える友人が一人もいないとはかわいそうな子だ。こうして考えてみるとガミンは手のかからない子だな。私は厳しすぎたのかもしれん。その話はこの辺にして。神格ちゃん、これから時間あるかしら。おばちゃんと遊びに行かない？そうそう、温かい言葉をかけてやるんだ。その子もホッとするだろう。前と同じように朝から晩まで岩を背負って山を登り下りし、道沿いの草花を摘んで夕食とすることか。おばちゃんが望むなら喜んで。おやじ、お茶を。いや、お茶は飲まない方がいいか。ああ、もうこれ以上は聞いてられない。ガミン、先ほどの話を続けよう。私はお前がリーユエコーに残ることに反対だ。苦労するに決まっている。お前がうちに帰ってきてくれたら。まあ、お前は私と性格がそっくりだから反りが合わないのは知ってる。ただ私のことはさておき、他の家族のことを考えてみろ。おばやおじたちは喜んでお前の力になってくれるはずだ。少し楽な仕事について時間があるときに一緒にザオ茶をいただくのもいいんじゃないか。師匠、ザオ茶とは大事なものか。もう一度考えてはくれないか。すぐに答えなくてもいい。心が決まったら聞かせてくれ。親父、本当に変わったな。昔の親父だったらこんなこと絶対言うはずないのに。でも俺は。親父、ありがとう。はあ、結構時間も経ったし、そろそろいいんじゃないか。二人が仲直りしてくれてたらいいな。二人とも黙ってお茶ばっか飲んでるぞ。なんか嫌な予感が。
まさか、カオンの計画が失敗したのか？戻ったぞ。見送るついでにいろいろ喋ってたら、つい時間が経っちゃって。ちょうど私たちもお茶を飲み終わったところだ。じゃ、出発すっか。荷物を持ってくれ。ガミ、いつの間にこんなに背が伸びたんだ。陽徳さんですよね。遠路はるばるお越しいただきありがとうございます。スチームバード新聞の記者シャルロットと申します。今回お茶を購入するついでに、差し支えなければ取材もさせていただきたいのですが。取材？お茶の宣伝だろうか。はい、そう捉えていただいて問題ありません。フォンテーヌ人もお茶が大好きなんです。フォンテーヌへの販路開拓か。なら準備する時間が欲しいのだが、取材の内容について事前に話を聞かせてもらえないだろうか。もちろんです。こちらへどうぞ。彼女もお前らの助っ人の一人か。自分も顔が広い方だと思ってたんだが、上には上がいるな。参ったぜお前らには。こっちだ。お、カオンおばちゃん。きっと次の計画の話だ。妖おじさんに気づかれないうちに早く行こうぜ。すべて順調か？心配すんなって。すべて計画通りうまくいってるぜ。ってことは、さっきのは演技だったんだ。やっぱただもんじゃないな、カウンおばちゃんは。俺のために自分自身と弟子たちの総力を挙げて手を貸してくれてるんだ。これが人のために尽くすってやつか。俺も見習わないと。次の段階では。あ、どうしたんだガミ。今回のお茶代だけど、もしかしてお前らが払ったのか。さすがにそういうわけには。そう慌てるな、立て替えただけだ。そうそう、陽光の言葉を借りると投資ってやつだな。オイラたちの出し合ったモラでシャルロットがお茶を買って、それをお土産としてスチームバード新聞社に持ち帰ることにしたんだ。シャルロットの記事が新聞に載れば販路拡大の効果も期待できるだろ。そしたら投資分なんかすぐに回収できるはずだぜ。そっか、商売のことはさっぱりだけど、とにかくお前らに損をさせるわけには絶対にいかない。やっぱ帰ったらちゃんとモラを渡すな。その話はまた後でよい。お前はもっと大事なことを考えるべきではないか。ああ、護送中俺はずっと考えてた。で、一つ案を思いついたんだ。ただみんなにまた迷惑をかけちまう。話してみろ。そうそう、
者たちみんなお前の友達なんだぞ。お前の力になりたくてこうやって集まってるんだ。遠慮なんていらないからな。わかった。俺の考えはこうだ。おう、よーくわかったぜ。任せとけ。じゃあ手分けして行動しよう。あ、それと計画の実行も大事だけど、たこ揚げ大会も気になるよな。せっかくショーが比較してくれたんだし、例のあの難しい名前の装置を買ってパイモンダコに取り付けてみようぜ。いらっしゃいませ。配達から帰ってきたのですね。先日はどうもありがとうございました。あの日うちの子供が早速おばあちゃんと一緒にタコを作ったそうで、すごく喜んでいました。私に長い手紙まで書いてくれたんですよ。ひひ、お礼ならガミンに言ってくれ。ええ、彼にもお礼を言っておきます。ところで今回はタコをお求めで、どうぞご自由にご覧ください。タコならあるぞ。今回はあのフォンテーヌ製の装置を買いに来たんだ。それだけを単品で買えるか。あ、それならどうぞお受け取りください。説明書は箱の中にあります。簡単に取り付けられますよ。え、でもタダでもらうわけには。どうかお気になさらないでください。タコ揚げ大会での健闘を祈っています。そっか、じゃあありがたくもらっとくぜ。ひひ、取り付け完了だ。次は例の計画の実行に取り掛かろうぜ。見晴らしのいい場所を見つけようぜ。軍に連絡してくれないか。
ん？さっきそんなに取ったっけ？早くフィルムを変えないと。風が。刀は技を支え、たく、私先に帰るね。ああ、感謝するよ。お嬢ちゃん、送っていこうか。うんうん、大丈夫、師匠がすぐ近くにいるから。ガミ、同じ。今回は私から言おう。ああ、素晴らしかった。ずっと長く十分劇を見てきた私でも素晴らしかったと言わざるを得ない。お、はあ、親父も態度が柔らかくなる時があるんだな。お前本気でこれを生業にするつもりか。ああ、分かってるさ、難しいことは。でも重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。とにかく考えが変わったのだ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ急に息子なんて呼んで。親父らしくない、まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。その、なんだ、本当は、うん、私にとってお前は本当にいい子だ。お、
さあ、言いたいことは以上だ。それにお前もさっきから何か言いたそうじゃないか。あいつらちゃんと話せてるっぽいな。うまくいったみたいでオイラもほっとしたぞ。さて、私は行こう。ほら、あそこで友達が待っているんだろ。え、でも親父、せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。ザオ茶はお前がおごってくれるな。親父、ったく。行ってこい。ああ、また後でな。行ってくるぜ。ラミー、ひひっ、嬉しそうに笑ってるな。そうか。別に照れることないぞ。ちゃんとみんなに礼を言いたい。カンウンおばちゃんや手伝ってくれたダチにな。で、もし時間があったらみんなでタコ揚げしようぜ。
用事もないだろ。妖艶荘に行ってみないか。もし山の空気は美味しいな。このままずっと歩いててもちっとも疲れない気がするぜ。クリーム、キャンディー、バブルオレンジ。あ、聞こえないか。山、水、最高。だろ、オイラの気のせいじゃないよな。それに、なんだか聞き覚えのある声だし、今日は時間がたっぷりあるし、見に行ってみるか。その仲間じゃないね。今日旅に出たら絶対いいことが起こるって言ったでしょ。スチームバード新聞の占いコラムってたまにすごく当たるのよね。ナビアの運がいいのだろう。あんたたちもリーウェのお祭りを機に旅行へ来たの。怪盗祭を祝して。怪盗祭、いい仮説だな。怪盗祭を祝して。でも旅行って言ってもなんで山の中にいるんだ。ここには誰もいないぞ。それにさっきオイラたちが下で聞いたあの大声、もしかしてあれってナビアだったのか。おお、あんたたちさすがね。だいぶ遠くにいたみたいなのにちゃんと聞こえるなんて。いやいや、オイラたちの耳がいいっていうよりナビアの声がでかかったんだぞ。まあね、なんだって私はボスだから。確かにメリットと言えなくもない。そうだな、声がでかけりゃコミュニケーションも取りやすいだろうし。って違う、気にしてたのはそこじゃないぞ。オイラが聞きたかったのはなんで誰もいない山の中で大声を出してたのかってことだ。アンニーンとかバブルオレンジとか、まさか何かの暗号か。いや、暗号ではない。ただの無意味な言葉だ。であると同時に有意義な叫びよ。山を登る人ってよくこうするじゃない。困難を乗り越えてやっと頂上にたどり着き、目の前に広がる美しい景色を眺める。で、大声を出して発散したくなる衝動を抑えきれず。そうそう、さすが相棒、わかってるじゃん。それに迷惑にならないか行営層の人たちに聞いたらみんな大丈夫だって言ってくれたの。登山客は誰しも頂上で叫ぶのが好きだからみんな慣れてるんだって。あとほら、人生で何度かは山の頂上で叫ばなきゃでしょ。人によるんじゃないか。私はそう思わない。ストレスを発散するために
無償に何かしたくなることってないの？いや、私は大丈夫だ。万が一ストレスが溜まったら狩りに行けばいい。ひひ、お前狩りに行ったりするんだな。確かにいい方法っぽいぞ。何を狩るかは気分次第だがな。え？うんうん。ところで、あんたたちも叫んでみない？内容は何でも OK。 適当で大丈夫。ストレス発散になるから。おいらは別に毎日食べ物にも寝るところにも困ってないし、発散するようなストレスがないぞ。それって恥ずかしいから理由を作って逃げようとしてるだけじゃない？ほら、そんなに気張らなくていいって。さっきフリーナもやってたんだから。あ、今の聞き間違いじゃないよな。フリーナも共演層に来てるのか？自分の耳を信じていい。聞き間違いではない。実を言うと、この山に登ったのは誰かの叫び声を聞いたからなんだ。そう、誰かが助けてくれとか、どうすればいいんだって叫んでてね。それがぼんやりと聞こえてきたもんだから、私たちも急いで山に登ったの。そしたら顔を真っ赤にしたフリーナとばったり会ったのよ。私たちを見るなり一目散に山を降りてったけど。ああ、思い出した。あの時フリーナ様が叫んでいたのは、助けてくれ、台本はどうすればいいんだ、だったな。なんて叫んでたかはっきり聞こえてたの？どうして早く言ってくれなかったのよ。本当に誰かが遭難したのかと思ったじゃない。どちらにせよ、ここまで来て状況を確認する必要はあったろう。それとあの方のメンツのことも考え、あえて言わなかった。どうやらストレスを発散してたらお前たちに見られちゃったみたいだな。異国で知り合いにばったり会うなんて、フリーナはおそらく、いや、全く予想もしてなかっただろうな。多分そうですわ。来る途中ヌビレットさんに会ったけど、その時はもう帰ろうとしてたし、一緒に行動してるわけじゃないと思う。ヌビレットまで行演奏に来てたのか？ヌビレットは何しに来てたんだ？まさか旅行ってわけじゃないよな？旅行なんじゃない？たった半日で急いで戻ったって聞いたけど、ほんと忙しい人よね。あの方はほとんど休暇を取ったことがない。半日空けただけでも称賛すべき大進歩だろう。この間シャルロットがリーウェの茶葉に関する記事を新聞に載せたでしょ。ヌビレットさんもクロリンデと同じで、あれを見て茶葉を買いに来たんじゃないかしら。私はそういう理由で来たわけではない。ナビアに誘われたからその付き添いだ。茶葉を買うのはついでに過ぎない。フォンテーヌ人は本当にお茶が大好きなんだな。いや、私が飲みたいわけではない。この間公爵との賭けで負けてな。その景品として何か送る必要があるんだ。ただの口頭での賭け事に過ぎないがな。公爵は気分で賭け事に興じるところがある。具体的に何を勝ち取ったかなどほとんど気にしない。道端のミントを積んでそれを渡しても構わないだろう。だから適当に何か買ってあげればいい。はあ、取引に対してもそのくらい適当だったらよかったんだけど。
そういえば、あんたが買ったあの茶葉、ここの特産品なんでしょ？名前は確か、ヌビレットさんが教えてくれたんだけど、なんだったっけ？そうそう、それ。まさか10巻買ってたりしないよな。そんな罠にかかるように見えるか。あ、そういえば私の声を聞いて登ってきたんだよね。あんたたちのスケジュールを狂わせちゃったりしてない？あ、そうだ、フータを。実は友達が行営層に来るって聞いて、オイラたち今日はその様子を見に来たんだ。もしかしたら会えないかなって思って。あら、つい話し込んじゃった。あんたたちの時間を奪っちゃってごめんね。ならよかった。じゃあ、そろそろフータを探しに行くか？ああ、私たちのことは気にしないでくれ。まだ登ったばかりだから、もうしばらくここにいる。先に友達に会ってきたら？後でまた機会があれば、行営層で集まりましょう。うん、それじゃあオイラたちは先に降りるな。また後で。言えばお茶、お茶といえばザオ茶だよな。ザオ茶の時間は長いってガミンが言ってたし、この時間でもまだ天心って食べられるかな。午後だろうと午前だろうと関係ないぜ。どうせ天心を食べることに変わりないんだからな。この辺りにじゃないよな。フータオと勝利の間にいるのってフリーナじゃないか。あの三人一体何の話をしてるんだ。勝利は博識だからフリーナに行営層のことを紹介してたり。ああ、もしかするとフータオがフリーナを呼び止めて往生堂の営業をしてるのかも。なんでお前まで賭け事を始めるんだよ。まあでもお前が海鮮粥大盛りを3杯かけてくれるなら付き合ってやってもいいぜ。勝利がいるなら話を変な方向に進めないはず。決めた！オイラは勝利のガイドにするぜ！よし！善は急ぐだ！早速答えを聞きに行こうぜ！あれ？なんでオイラまで大声を出すようになってんだ？おや、吉神両日、体型至極。
なんとまあ次から次へと。事前に約束をしていないというのに、こうして二人に会えるとは実に縁がある。まさか勝利先生とフータオも旅人と知り合いなのかい？勝利さんの真似が上手だね、親友。後半ここで旅人に会ったのは確かにちょっと驚いたけど、君たちは国々を旅する英雄だから、その足跡を残す範囲が多いのも十分うなずける。では水の潤沢なこの地で僕からの祝福を君たちに捧げよう。怪盗祭を祝して。つまりお前たちはフォンテーヌの地に足を踏み入れたのか。旅人は数々の縁を結んできた。フリーナ殿のような名高く輝かしい大スターと知り合いであるのも不思議ではないな。そんな大げさな。まあでも褒めてくれてありがとう、勝利先生。ただフォンテーヌでいささか人気を集めていようと、名声など取るに足らぬものだ。今の僕は美しい景色をいくつも眺め、アイデア探しの旅に出ているただの旅客に過ぎない。さっき話してた時に思ったけど、この往生堂の格系絶対に一般人じゃないぞ。あれほど物知りで見聞も広いのに、フォンテールで起きたことを知らないわけがない。もしかして僕のメンツを立てるために知らないふりをしてくれてる？この子の何言ってんの。ただの旅客だなんてこの同士はそんな自己紹介認めないからね。まさかフータオまで。ねえ親友、聞いてよ。そのフータオ、フリーナは私のお客さんになったんだよ。そうなんだ。はい、わかった。お前の勝ちだぞ。靴底に隠しといたへそくりを出すしかないか。ん？勝ちって何が？あなたたち、まさか私で賭けをしてたわけじゃないよね？私がフリーナに往生堂の営業をしてたことを親友は見抜いてたってわけね。そりゃそうだ、私たちの仲だもん。それでパイモンはどう思ってたの？勝利がここに来たばかりの人のためにガイドをしてるのかなって。来たばかりの人って僕のことかい？それならパイモンの推測もあながち間違いではないな。ああそうだね、勝利先生は確かに両映像一帯で眺めのいい場所を紹介してくれた。ほら見ろ、オイラの予想も当たってたぞ。どっちも正しかったんだから勝ち負けなんてないよな。おいおい、そうしょぼくれるなんて。じゃあこうしようぜ、お互いに海鮮粥をおごるってのはどうだ。オイラがお前に一杯おごって、お前がオイラに一杯おごるんだ。
杯だったから、あと一杯は。この同種に関係する賭けなら私にくれない？大きな商売が成立したお祝いにね。冗談冗談、往生堂はちゃんと利益が出てるし、むしろ私が吉日を選んでみんなにおごってあげないと。ああ、あれこれ話してて肝心な部分を聞き忘れるところだったぞ。フリーナ、お前なんかあったのか？ん？何のことだい？つまり往生堂が必要ってことはさ、つまり。ああ、そうだよ。はい、嘘だろ。誰のことか知らないけど、そのご愁傷様。なんだい、何を考えてるんだよ。え、違うのか？普通往生堂って言えばあれのことだろ。まったく、もう僕の状況は君たちも知っているだろ。周りに葬儀を手配する必要のある人がいたかい？フータオに頼んだのは経営で使う道具の用意さ。この間リーユエで出版されたホラー小説を読んだんだけど、その内容が実に素晴らしいものだったんだ。今でも毎晩明かりをつけないと寝られん。あー、いや、重要なのはそこじゃなくてだ。とにかく大スターのフリーナが再び舞台に戻ったからには、必ずやフォンテーヌの劇と英雄業界に新たな聖戦をもたらすだろう。ほう、なかなかいいキャッチコピーだ。メモしておこう。宣伝用のポスターに使えるかもしれない。はい、そういうことだったんだな。じゃあ今回フリーナがリーユエに来たのは、わざわざ往生堂を訪ねるためだったのか？それはちょっと違うね。もともと僕は外国の景色でも眺めて気分転換をしようと思ってたんだけど、そこで運よくフータオと勝利先生に出会ってね。これぞまさに運命の導きと言えるだろう。ああ、確かに良い縁だ。勝利さん、はぐらかさないの。私に言わせれば、道を訪ねてきたあの人に感謝しないと。ん？誰のことだ？君たちも知っている人だから当ててみるといい。一発で当てるなんて、さすが親友、今日の推理力は神がかってるね。道に迷うなんて思わなかったぞ。意外だね。僕だって一人で来れたのに。僕が来た頃には彼はもう帰ろうとしていたよ。フォンテーヌ邸へ戻るのに最短のルートを聞いていた。うん、そうそう。まあこの付近の参道は入り組んでるし、遠回りしたくないのもわかるよ。道を教えてやったのか？もちろん。この道主は一応案内人の端くれだからね。方向感覚は抜群だよ。でも
あなたたちの友人だけど。え？どうかしたのか？彼ってあんまり人付き合いが得意じゃないんじゃない？ああ、道理で。背筋をピンと伸ばした歩き方と、あの几帳面な言葉遣い。とても、休暇できてるとは思えなかったもん。往復の移動を含めて半日だけだろ？彼以外、誰も休暇だとは思っていないだろうね。ふん。どうやらその紳士は、日頃からかなり多忙なようだな。明らかにそうでしょう。勝利さんは見てないけど？休暇だっていうのにあの人、会議に出席する責任者みたいな服装だったんだから。そうだったのか。え、勝利はヌビレットに会わなかったのか？あいにくな。ちょうどその時、同志とフリーナ殿の打ち合わせがはかどっていた。業務のこととなると長引くと考え、二人のために茶を取りに行っていたのだ。残念だね。あの紳士、言葉遣いは硬かったけど、勝利さんと気が合いそうな感じだったよ。うん、そうか。どうした？フリーナ殿の言葉を借りれば、これもある種の運命なのだろう。大丈夫さ、旅人がいればいつかは知り合うことになるだろうしね。それもそうだな。こいつは誰よりも友達が多いし。その通りだろう。あ、そうだ、もし機会があったら君からヌビレットに言ってあげてよ。彼が数日いなくたってパレメルモニアは通常通り稼働する。ずっと室内に閉じこもってる必要はないんだってね。水の中の貝だってたまに殻を開けて新しい水を入れないといけないんだからさ。ルールのことが心配なら自分で休暇申請を書いて自分で審査を通せばいいじゃないか。もしかしてヌビレットさんってお偉いさんなの？いやー、堅苦しそうな人。この同志の経験から言うと、上に立つ者にとって大事なことは2つ。物事を自分の思うように進められることと、傾聴緩急を正しく見極められることだと思うんだ。だからその友人にはまだまだ伸びしろがあるってことだね。伸びしろ？僕の覚え間違いじゃなければ、ヌビレットは少なくとも1000歳を超えてるんだけど。ああ、そうだね、フードの言う通りだ。おや、旅人、フリーナ殿、あちらの2人は知り合いなのではないか？あ、ナビアとクロリンデだ。おーい、こっちこっち。みんな話が盛り上がってるみたいね。私たちも混ぜてちょうだい。お邪魔ではないだろうか。おやおや、このお姉さん随分と礼儀正しいね。でも遠慮はいらないよ。旅人とフリーナの知り合いならきっと私とも気が合うだろうからね。その単純明快さ気に入った。
時間が経つのって早いね。暗くなる前に船に乗って帰るならそろそろ出発しないと。ああ、ではフリーナ様。うん。僕のことかい。はい。お帰りのご予定は、ついでにお送りいたしましょうか。そんな面倒をかけるだろう。それに君はもう僕の部下じゃなくなったわけだし。いえ、そういう意味ではありません。外で友達と偶然会ったら共に家に帰らないかと誘うのは普通のことではないでしょうか。ここはほとんど参道だし、暗くなったら余計分かりづらくなっちゃうでしょ。そうそう、まるで怪奇小説に書いてあるみたいに。廃れた参道迷路のよう、ポツンとある子や人おらず、門前立つは赤ろうそく、風がないのに揺らいでる。親愛なる淑女レディ友よ、ぜひこの僕も一緒に連れてってくれ。もちろんです。プププ、クリーナってば本当面白い子だね。そういえばさっきの話だと、クロリンデって昔フリーナの部下だったんだ。もしかしてフリーナももともとお偉いさんだったり。うわ、それはもう昔のことだから。上に立つのは辛いよ。僕には向いてない。僕は今のように気ままに行動して、自由という名の新鮮な空気を吸ってる方が好きなんだ。なるほど。行栄荘は確かに休息に適した場所だ。もちろん楽しかったとも。それに勉強にもなった。フータオと勝利先生にはとても感謝しているよ。もう何回お礼を言えば気が済むの。そんなに気を使わなくていいって。そうだ、今度来た時に町でザオ茶をおごってあげる。ザオ茶ってお茶会みたいなものかい。うん、だいたいそんな感じかな。お茶があって、点心があって、みんなで卓を囲いながら気が済むまでおしゃべりするの。へえ、いいねそれ、楽しそうじゃないか。ドンロンスーとハスの花パイは絶対に注文した方がいいぜ。いい匂いがするし甘いから、フリーナもきっと気に入るはずだぞ。うん、じゃあ次に会うのを楽しみにしているよ。ところで、お前たち旅行に来たっていうのに、なんで手ぶらなんだ。もちろん持って帰るに決まってるでしょ。面白い小物をたくさん買ったんだ。タコに紙の傘、それから飛び跳ねる鉄のカエル、あと小さな芸獣のぬいぐるみ。クロリンではあんまり買わなかったけど。まさか茶葉しか買ってないのか。いや、あとお茶味のキャンディーをシグウィンさんへのお返しだ。クロリンではいつもこうなの、物欲があんまなくって。ああ、ナビアと差し引いたらちょうどチャラになる。先に言っておくけど、私別に無駄遣いはしてないからね。今日のショッピングだってちゃんと予算内に抑えてるし。僕？茶葉は当然買うべきだろ。あとスチームバード新聞に載ってたおすすめも全部試しておくべきだし、あとはあれとこれ、それからどれも使えそうなものだだろ。あれ、そうなると余計わかんないんだけどさ、買ったものはどこに行ったんだ。まさかリネのマジックポケットを使ったとか。ああ、それは
すべてヌビレット様が持ち帰った。あ、なるほど、そういうことだったのか。って、なんでだよ。どうしてあいつが持って帰ったんだ。宝物でも集めてんのか。パイモンってば想像力が豊かだね。ヌビレットさんは私たちの荷物が多くて不便そうなのを見て、フォンテーヌ邸まで持ち帰るって言ってくれたの。最初はちょっと申し訳なかったけど、だって結構たくさん買っちゃったし。仕事が終わったらお土産をメロピデ要塞まで届けるのを手伝うともおっしゃってくれた。ヌビレット様は約束を守るお方だ。そうおっしゃったのなら最後まで責任を持ってやり遂げるだろう。ほら、クロリンでもこう言ってる。彼の頼もしい部下がここまで言うんだから、私もついでに頼むことにしたの。へえ、まさかそんなに優しい人だったなんてね。見た目ほどお堅いわけじゃないんだ。ああ、うちの往生堂にもそんな風に責任感があって、用意周到で積極的に動いてくれる人がいたらいいのにな。ね、勝利さん。ああ、確かにな。そういえばクロリンテがこう言ってたよな。ヌビレットが仕事を終わらせた後、お土産を公爵のところまで届けてくれるって。後でメロピデ要塞の入り口に行ったら、お土産を届けるヌビレットに会えるんじゃないか。あー、でもあいつがいつ行くかは分かんないけど。君たちか、久しいな。ここは人通りが少なく、とても静かだ。仕事が早く終わったゆえ、ここを散歩していた。早く終わったって。ヌビレット、お前、いつもこんな遅くまで働いてんのか？正確に答えるとなると、日々のスケジュールにもよるが、私には時間がたっぷりとある。早くとも遅くとも大差はない。にはたった半日しかいなかったんだよ。ふむ。まず時間がたっぷりとあるというのは命の長さから見たものだ。次に、妖艶荘に行ったことを君たちは知っているのか。なるほど、説明に感謝する。もう届けたから安心してくれ。我らが決闘代理人は本当に大したもんだな。あんたをここまで来させたのがただの配達のためだったとは。ただのついでだ、気にすることはない。ならよかった。クロリンデさんがわざわざ購入してくれた茶葉とキャンディーはメロピデ要塞が確かに受領した。
口頭で確認が必要なことだろうか。些細なことゆえそうかしこまることない。そうかい。それにしてもこの茶葉の山、彼女の手土産ってどれもこんな感じなのか。ちょっと多すぎて受け取るのに気が引けるな。ああ、それはすまない。一部は私が買いすぎてしまったものだ。ん？どういうことだ？10巻で半額だったのでな。そういうことか。なら任せてくれ。なるべく早く飲み切ろう。ああ、感謝する。それともう一つ、君に渡すものがある。これは模様の刻まれた石板？その言い方も間違いではないが、より正確に言うとこれは宝典だ。ほう、宝典。うん。紙とペンがなかった時代、人々は石板に刻むことで全てを記録していた。法律も例外ではない。なるほど。古来より人々は審判の公正と公平を象徴するものとして天秤を使ってきた。故に私も文字の代わりにこの模様をあしらってみたのだ。最初の法典を模倣したこの工芸品はある種のオマージュといえる。こたびの出先において路上で陶芸体験の屋台を見かけたため、試しに少しやってみたのだ。前にクロリンデと冗談を言い合っていた時、君に法典を送るという話をしていただろう。それがこれだ。ああ、あの冗談か。ああ、まさか君も覚えていたとはな。この贈り物はなかなかウィットに富んでいるだろう。ああ、そうだな。それにさすが我らが最高審判官って言ったところか。お気に入りの冗談も法に関係するものだとは全く感服する。それほど深い意味を持つ代物だ。メロピデ要塞の保管庫でも真ん中に飾るべきだろう。いや、そこまでする必要は。冗談だ。俺は保管庫なんか持っちゃいないさ。ま、物置ならあるがな。これは看護師長がコレクションしてるマシナリーのパーツの横に置いておこう。ああ、そうしてくれ。じゃあ、行営層に行ったのはそれを作るためだったのか。うむ、その通りだ。もちろんそれだけでなく、現地の山の泉水を飲むためでもあったがな。あの後味は以前フォンテーヌに送られたものより純粋なものであった。したがって長距離のウィンは道中にある他の思いを水に混入させてしまう恐れがあるということだ。本来の味を楽しむためには。ふむ、確かに休暇を取って様々なところを渡り歩く必要がある。君までそういうのであれば、どうやら私のこの考え方は間違っていないようだ。たく、自分を休ませるためにわざわざ理由を作らなきゃいけないやつなんて初めて見たぞ。時間がたっぷりあるんだから何したっていいんじゃないか。ああ、君の言う通りだ。だが私は何をしたいのかこれまで特に考えたことがなかった。しかし先日リーユへの仮説に関する記事をいくつか読んだ折、この目でその光景を見てみたいという考えが脳裏に浮かんだ。そして今朝ちょうど仕事の予定が入っていなかったゆえ行動に移したのだ。新鮮の一言に尽きる。ふと思い至っての行動ではあったが、多くのことを考えるきっかけとなった。例えば陶芸品について、
土はもともと形のないものだが、水を適量加えれば柔らかくしっとりとし、形を整えやすくなる。水や料理を装う容器がどう生まれたのかを考えたこともなかったが、こうして自ら体験ができた。どうだろうか。これも今日私が作ったものなのだが。確かにそのような芸術的な意図も込めてある。本当だろうか。これを良い品と。正直に言うと、今日まさか君たちに会うと思っていなかったのだ。故に何も用意をしていなかった。リーウェの仮説にあたり、人間社会のマナーでは新年を祝うためのプレゼントを用意すべきだという。もしよければこれを受け取ってくれないだろうか。だからこそだ。受け取ってくれたら幸甚だ。ああ、どういたしまして。回答祭を祝して。自分の休暇申請を自分で通すか。自堕落の渦に陥ってしまいそうで、かえってルールに背いてしまいそうだ。だが、うむ、承知した。これまでプライベートで出かけたことはあまりなかった。仕事のスケジュールが理由の一つではあるが、それだけでなく、もともと人間社会に関わろうと思っていなかったのだ。しかし人間の世界は確かに興味深いところだと、今はそう思えるようになった。のどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが私って欲張りですね。刀は技を支え、匠は宝を有す。これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。刀は技を支え、
匠は宝を許す。刀は技を支え、匠は宝を許す。こののどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが、私って欲張りですね。花はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。刀は技を支え、匠は宝を許す。こののどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが、私って欲張りですね。刀は技を支え、匠は宝を許す。これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。刀は技を支え、匠は宝を許す。こののどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが。
私って欲張りですね。刀は技を支え、匠は宝を有す。刀は技を支え、匠は宝を有す。